下関市立大学は山口県下関市大学長2丁目1の1に本部を置く日本の公立大学である。1962年に設置された。大学の略称は次大下一、下大。本学は経済学部のみの単科大学。本学の所在地は山口県下関市大学長2丁目1番1号。からとサテライトキャンパスは 山口県下関市唐都町4番1号にある。第二次世界大戦後の間もない時期に下関の夜間講座に学んでいた勤労青年の大学で学びたいという要望から設立。見学の精神は海峡の英知、未来へそして世界へ、である。経済や経営、小学の理論の他に下関という地形的。 歴史的環境を活かした地域に関する研究や、東、アジアを主とした経済に関する研究が多く進められている。また、主にアジア圏からの留学生を受け入れており、国際交流センター質問も設けている。外国語教育においては、第一外国語として、英語、中国語、朝鮮語から選択。また、学校教育法に基づき、すべての大学は、 文部科学大臣が認証する認証評価機関による認証評価を受けることが義務付けられており、同大学は2016年に3回目となる財団法人大学基準協会の認定を受けた。卒業に必要な単位は124単位。4年時までは各学期ごとに22単位までの履修しかできない。基礎教育、教養教育、専門教育などから単位を取得する必要がある。 教職課程のカリキュラムも別に用意されている。それらは主に4.5県民に開講されている。第一外国語として英語、中国語、朝鮮語の中から選択し、希望すれば4年時まで講義が用意される。2014年入学生までは2年時秋学期からコース別に分かれることになっていた。経済学科は現代経済コース、地域経済コース、 国際小学科は、国際小学コース、経営学コース、経営情報コースから選択する。2003年度より、東和大学と、売儲学院大学と、単位互換制度を実施している。前述の25単位制限内でしか履修はできない。2015年度から、経済社会システム専攻と、国際ビジネスコミュニケーション専攻を改組し、経済、経営専攻を設置。 経済社会システム専攻は経済システム分野、コミュニティシステム分野。国際ビジネスコミュニケーション専攻はビジネス分野、国際コミュニケーション分野。馬鹿祭りは毎年10月末に行われている大学祭。2007年までに46回実施されている。1991年に幸福鍋が実行委員会により無料で振る舞われている。 遠隔大学祭のスローガンテーマ、下関私立大学50年の奇跡によると、第5回までがスローガンで、それ以降はテーマと銘打っている。関門大学連合下関私立大学と北九州私立大学を核とした大学連合構想である。共同授業や共通の出先教室解説を想定し、将来は両市内の他大学との連携や再編も視野に、 入れている。当面の検討内容は、下関市内や JR 小倉駅前に共通のサテライト教室設置、複数大学の教官による共同授業や公開講座、授業の相互解放など、下関市立大と北九州市立大を中心に、両市内の13の国交市立大学、研究機関に参加を呼びかける方針。ありがとうございます。